ンジ横丁。あそこの、はい、これもう一個まだ食べてなかったラーメンかな。そう、なんで混ぜそばみたいな。え、なんかすごい路地って感じだね。そういう味だった。もう40年前からあんまり変わらないんじゃないかと思う。でもこの通りの中のどっかに、うん、お店に、よく会社の人と来てた。あ、そうなんだ。なんか急になんかタイムスリップしたみたい。面白い。すごい、向こうも路地になってる。え、面白いね。今度こういうところに食べに来てみたいな。京都の木屋町ともちょっと似てるでしょ。木屋町ってなんだっけ。ポント町じゃなくて木屋町。ポント町。ここじゃなくて、え、なんかそこがなんか神社っぽくなってるよ。ここ？あ、なんか面白い。あれ、さっきここ通り過ぎた。決まった。え、なんか面白い。不動明王ってちょっと離れないと見えない。で、この像が有名な、いっぱいお線香が。面白いね。なんか束のままドンって置くんだね。お賽銭箱。あ、確かに。面白い。あ、でみんながやってかけ続けて、で苔がどんどん生えていくってこと。こんなとこ初めて来たよ。面白い。すごい、なんかお参りされる人が立たないね、あとね。そうなんだ、面白いな。すごい。あの、ご利益は斜めパソコン読んでくださいな。QR。 あ、そうなんだ。なんでここは、ん？これはなんだ？あ、これお膳材屋さんか。お膳材屋さんで、ここはあの法蓮寺横丁でした。あ、本当だ。
かわいいな。洗剤屋さんの猫ちゃん。はい。じゃあ、ありがとう。宝泉寺横丁でした。これどっち行けばいい感じかしら。あっちか。うん。うん。ここしかない。すごい、このなんか近く今まで何度も多分来たことがあるのに。ここを見るのは初めて。すごいなんかローカルな感じで面白いね。なんかどっちを見てもなんか絵になるというか面白い。ここも有名な串カツ屋さん。テレビで。あ、そうなの？うん、あのこのこっちこの下かこの串カツだるまはすごく有名な串カツ屋さんだそうです。創業昭和4年？昭和4年？うん、ももまだ生まれてない。100年まではいかないか。違う。100年ゆうゆう超えてる。え、本当？あ、てかめっちゃ人並んでる。よく見たら。うん、本当だ。どっち行こう？うん。ここまっすぐ？うん。ふぐ料理で有名なところ。あ、そうなの？うん、今度食べに行ってみる？うん、食べたことある？うん、本当どうだった？それも何十年、30年前から忘れた。美味しかった。そうだね。大阪串カツが有名なんだよね。うん、じゃあ今度。デイブが来たら一緒に食べに一緒に来ない？ママ。串カツは遠慮するわ。なんか面白いね。いっぱいなんかこう路地があって。え、なんかこの辺りとか全然、これもズボラ屋って書いてあるよ。へ、うん、面白い。宝泉寺横丁でした。なんか面白い、なんか普段うろうろしているあの難波とか心斎橋のあたりでこんなローカルなところがあるなんて面白かった。ん？これは何？ん？あ、これ心斎橋筋だね。そうだよね。これ心斎橋筋だね。そうだね。あー、本当はここにちゃんと書いてあるじゃん。宝泉寺水かけ不動尊表参道って書いてあった、うん、全然気づかなかった。なんかダイアナとか、あー、なんか、あー、ABC マートもね。うん、ここでした。はい。